chooses, Thomas Light's research into robots with independent thought. Thank you, everyone. Why are you fools so blind? One day, Light. One day the world will know I was right all along. Bad memories make the worst dreams. A genius of my caliber needs sleep to keep his brain in gear. Wait. That research from my youth. Yes, now I'll show you Light.異常なし。変更隊だよ、ブロックマン。あ、頑張ったよ。おいら頑丈だけがとりえだからな。さあ、今から現場に行ってがっちり働いてくるぜ。ああ、頑張ってきたまえ。ロールや、残りのロボットたちは？ブロックマンが終わったでしょ。あとはトーチマン、アシットマン、ファイルマン、ラバーマン、ヒューズマン、ズンドラマン、ブラストマン、あと7人ですね。あと7人ですか？博士、ちょっと休憩したいです。何言ってるの、ライトット。ロボットなのに頼りないこと言わないの。さあ、次行くわよ。ロールちゃんは厳しいです。何事だ？ロール、ライトット、こっちに来なさい。久しぶりだのライト。ワイ。博士、大丈夫ですか？ここは僕に任せて、下がっていてください。ロック。そう生きり立つでない。今日はライトに伝えたいことがあって来たのだ。伝えたいことだと？そうだ、懐かしい研究を思い出してな。大学時代、貴様に握りつぶされたあの装置だ。もう忘れておるだろうがな。大学時代、あの装置。まさか。思い出したか。数十年の時を経て、わしはあの装置を完成させた。ついにあの日の雪辱を果たす時が来たのだ。ライト博士、大丈夫ですかい？ちょうどいいところに生きのいい実験体がおるじゃないか。やいやい、誰が実験体だ。いかん、みんな逃げるのだ。皆さん、急ぎや。ロボットたち。こっちだ、ライト。いつの間に超加速か。ちくしょう、話しやがれ。みんなを話すんだ、ドクターワイリー。へへへ、嫌なこった。ようやく世界中がわしの前にひざまずく時が来たのだ。いやはは。博士、ドクターワイリーを追います。待つのだ、ロック。ワイリーが開発したのはダブルギアシステム。ロボットの持つ性能を飛躍的にアップさせる技術だ。
あれを完成させたとなると今のお前では太刀打ちできん。でも行くしかありません。ロック止めても無駄なようだな。わかった。これは大学時代にワイリーが作ったダブルギアシステムの試作機だ。これをお前に組み込めばワイリーとも戦えるかもしれん。だがお前の体に大きな負荷をかける危険性がある。僕なら平気です。博士、それを僕に組み込んでください。わかった。改造に少し時間がかかる。急がなくてはな。ダブルギアシステム組み込み完了。ロックマン再起動。ロックマン頑張るだすよ。できる限りのお手伝いはさせてもらうだす。ロック、ドクターワイリーなんかパパッとやっつけちゃったよね。ロック頼んだぞ。くれぐれも無茶はするなよ。博士、ロールちゃん、ライトット行ってきます。
行くぞ。
中だ。そこ。本気で行くぞ。くらえ、ここだ。くらえ、ここだ。くらえ、チェンジ。
どうしたんですか、博士。ダブルギアシステム。もう何十年も前の話だ。あの日の出来事が私とワイリーの文字通り歯車を狂わせたのかもしれない。当時大学生だった私たちはそれぞれのやり方で
ロボットが人間のパートナーとなり共存できる社会を作るため日々研究に情熱を注ぐ同志だった。つまり心を持つことで初めてロボットは人間の真のパートナーとなりうるのです。それはどうかな。たとえ心を持ったとてロボットは人間の道具に過ぎない。圧倒的なパワー、目にも止まらぬスピード、到底人の及ばぬ脅威の力を誇示してこそロボットは人々から慕われ認められる存在になる。それを実現するのが私が提案するダブルギアシステム。これを組み込めば全てのロボットがヒーローとなるのだ。しかし私はワイリーの研究に断固として反対した。ダブルギアシステムはロボットに大きな負担をかけてしまうだけでなく、悪用された場合人類の脅威になる可能性があったからだ。そしてあの日の会議でワイリーの研究は凍結され、私の研究が進められることとなった。それ以来だ。ワイリーの思想が過激さを増し始めたのは皮肉なものだな。ワイリーの才能が暴走するのを恐れ必死で止めたことが逆に暴走を加速させることになってしまったのだ。そんなことがあったんですね。あの日ただ反対するだけでなくワイリーと共に歩む道を示すことができていれば。共に歩む道。ダブルギアシステムも正しく使えば人々を守る力になる。だが正しく使うには正しい心が必要なのだ。ワイリーが目指したあらゆるロボットをヒーローに変える夢の技術、お前なら正しく使いこなせるはずだ。頼んだぞロック。おっとそうだ、大事なことを忘れていた。ちょうどラッシュのメンテナンスが終わったところだ。ラッシュジェットを使えるようにしておいたぞ。ラッシュや、ラッシュ、引き続きロックを助けてやってくれ。頼んだぞ。わっ、よろしくねラッシュ。わっ、さあ行くぞ。Speed up!
チ。Yeah!
来てるぜ。ド派手に弾けるぜ。
いいアイデアがひらめいたんだ。これで新しいアイテムが作れるよ。ロック、どのアイテムを作る？よくたどり着いた。